判断基準をご提供あなたの賃貸経営の将来を考えるエイブル総合研究所取締役吉田光一がお送りいたしますえー、私の紹介でございます理系の出身で、えー、ファイナンシャルプランナーになって、えー、エイブル総合研究所で、えー、研究員をやっております エーブル総合研究所は、駅別家賃相場レポートというのを年に2回出しております。これ、ウェブサイトに上げておりますので、ご自由にご覧ください。これにおいては、ですね7つの都市圏に関して、駅ごとの家賃相場を間取りごとに表示しております。あななたのの賃貸経営のご参考にささってくださいで当社はですね エイブル総合研究所としてエイブル総合エイブル相続相談の窓口をやっております。これはですね、えー、皆様はエイブルの担当店に電話して相続の悩みがあって相談したいというふうに言っていただければそれでオッケーです。私の方からお電話をさせていただいて、いろんな悩みご相談を受けさせていただきます。 でえー、必要に応じてですね FPE とか専門家を派遣することもございますんで、えー、それは相談の次第によってということでの対応になります。で本講演の目的でございます、えー。賃貸経営をより心地よく続けるために情報収集や検討のポイントを示すということで幅,幅広くて浅い話になります。 で深い話に関しては当社のウェブサイトで今後いろいろな話を出していきますのでそちらをご覧いただければと思いますで、えー、オーナー様の中にはですねエイブル観測調査にご協力いただいた方もおられると思いますどうもありがとうございましたこの結果に関してですねざっくりした話をさせていただきます まずですね、えー、この検査という、えー、調査というのはですね、日銀短観というものを下敷きにしております。の日銀短観というのは景気の先行指標というふうに言われておるんですけれども、このエイブル観測調査に関しては景気の遅行指標であるということがはっきりしました。景気が上がってからあ皆様の気持ちが。 それれに反映するるままで2年ぐらいいかかるととうことが見て取れました次にオーナーさんは空室への恐怖というのがい強いということがよく分かりました。ということで将来の空室や家賃についてどのように考えていけばよいのでしょうかということで確かにオーナーさんの置かれている状況というのは非常に厳しいと思います。 供給過剰についても後で触れます。で、顧客要求というのは増えていきます。で、老朽化これはもう当然ながらですね、物件及びオーナーさんご自身も老朽化していきます。で、後継者の問題というのを悩み終わ、えー、りの方は多いです。で、えー、賃貸経営に影響を与える要因としてこの7つを挙げました。これらについてですね、えー、簡単に触れていきます。 まず監督官庁の動きでございますけれども監督官庁は国土交通省ということで結構いろんなことをやっています。でこれについて見ていきますがまずサブリス事業なんですけれどもかなりですね悪徳業者が多いということで30年間の家賃を保証というようなことを標榜してですね 実はそうでないというようなことが多くありましたんでで次にですねあのいわゆるあの事故物件というやつなんですけれどもこれについてですねガイドラインを示して3年以内は告知義務がありそれ以上に関してはそうでもないよというようなことについて明確化されました。 次にですね、ZEH ・ゼロエナジーハウスということなわけなんですけれども、これについての取り組みが行われています。で、これについてはまあ補助金が受けられたりというような措置、予算措置があります。で、どういうことかというとですね、日本の住居はですね、アルミサッシ、ガラスで窓ができてますんで、 これちょっと見ていただきたいんですけれども、冬はですね52%の熱がですね窓から逃げていくと、で夏に関しては74%の熱が窓から入ってくるというようなことで、この窓に関していじると、ですねエアコンの効果がですね冬でも夏でも非常に上がるということが分かるわけなんですね。 ということで、ご自身の物件でもですね、窓について再検討をいただければと思います。まあ、これについて、あの補助金があったりもします。次にですね、住居確保困難者への保護、セーフティーネット制度というのが進んでおりまして、これはですね、セーフティーネット用の住居ですよということを申請しますと、 これが都道府県に登録されて、えー、あのなかなか住まいが探せない人に対してあの安い家賃で、えー、住まいを提供するということです。ということで、えー、例えば4万円の家賃で提供しててもーオーナーさんは6万円を受け取れるというようなあ措置になります。ただ、まあ、これについてはです、ねえー、いくつか縛りがありまして。 えー、耐震性があって25平米以上というようなものがありますので、まあ、これですねあの賃貸仲介の会社でなかなかあの空室を埋めてくれないというようなことがある場合にですねちょっとご検討されたらいいかと思います。というのもですね、えー、空き家というのがどんどん増えていってるわけなんですね。 これから人口が減少していき世帯数も減っていく中で空き家というのはもうどうしても増加する傾向にあります。まあ、この中でですね今800万室以上の空き家のうち賃貸住居の空き家というのがですね432万室あるということなんですね。まあ、このの多くはですね地方の 人口が減っている地域の空き家なんですけれどもこれがです、ね、首都圏であったとしても都市圏であったとしても老朽の物件については空き家になる率が高まっていくと思います。 それから注目の法改正としてですね相続法が2018年に改正されました、これはあの大きな改正なんでぜひ見ておいていただければと思います。それからですね事務所店舗向けに貸しているオーナーさんは消費税のインボイス制度について見ておく必要があると思います。 次にですね、えー、家賃と空室化に影響を与えそうな要因について、えー、これから見ていきます、まあ、将来ご自身の賃貸経営がどういうふうになっていくのかというようなことについて、えー、参考になる情報というのをどういうふうに取っていくかという話でございます。でまずですね、えー、受給を示す統計のこれまあ決定版と言われて、えー、言ってもいいんじゃないかなと思いますけれども国立社会保障人口問題研究所というのがございまして。 えー、これがですすね人口の予測をしています、えー、世の中ですねいろんなあ未来予測っていうのがあるんですけれどもこれは最も的中すると言われています。で地区町村ごとに5歳刻みの男女別の予想人口というのが示されておりますんで、えー、物件のある 市区町村についてのデータを見てほしいんですけれども、こんな感じで出てくるんですね。うわーっと数字が出てくる感じで、まあ、これをこのまま見て何かを分かるっていうのもちょっと難しいんで、えー、簡単なあこれ処理が必要だと思います。ということで、ですね、えー、私が住んでおります兵庫県西宮市についてこう見てきました。まあ、これは、えー、まずですね、えー、総数について、えー 見ていくわけなんですけれども2015年に関しては国勢調査のぴったりした値でありますこれを1.000として増えていくのか減っていくのかというので見ていきます。で次にですねその下の欄に未成年者なんですけれども1歳から19歳までの人の推移ということなんですね。西宮市もですね待機児童が多くいたんですけれども今後ですね えー、未成年者というのはどんどん減っていく傾向にあるとおなります次に、えー、就業年齢ということなんですけれどもこの年齢がですね、えー、おそらく賃貸のお客さんに当たる年齢だと思いますでこの就業年齢をちょっと広めに69歳までとっています でえーまあ、69歳の人、賃貸に住んでほしくないなというオーナーさんも多いかもしれないわけなんですけれども、今働、働きて家賃が払える人っていうのが、ですね、えー、上にも拡大していく傾向が今,度今後、強まると思って、えー、そういう見方をしています。で、その下に高齢者、70歳以上というふうにしています。今まで高齢者というのは65歳以上なんですけれども、もう年金が出る年齢もですね70歳にだんだん移行していくと思いますんで、 あの高齢者というのは70歳以上で見ていけばいいんじゃないかなというようなことで年齢ごとに見自身の物件がですね何年後にどのような年齢が住んでいるかというのを想像してみていただければというふうに思います。でこれの人口に関してはですね2020年というのが最大になっておりまして。 もう2022年ですからもう減りつつあるということになっていきます。で、えー、未成年者なんですけれども、まあ、待機児童というのがですね、えー、もうなくなって今後は未成年者の数がですねどんどん減っていくというあと20年経ったらですね2万人ぐらいとか減っているという感じになります。 次に、就業年齢の人たちなんですけれども、これに関しても減っていくというふうに見えて、次に高齢者というのは、これ増えていくと。これは全国的な傾向であります。場所によってですね、いろいろ違う部分があるんで、他の場所にも見ていきます。次にですね。 東京都杉並区なわけなんですけれどもこれについては、えー、人口が最大になるのが2035年あと13年経ったところ経、ま、つところまではですね人口が増えていくとでそこからやっと減り始めるというような感じになります。であの世帯数でいうとですね人口が減った後に減り始めるという傾向があるんですね、えー。賃貸経営に関しては人口よりも世帯数の方が重要になります。 でえー、未成年の数についてもです、ねえー、西宮ほどは減っていかないとで、えー、就業年齢にの人口についてもお、まあ、これも減っていきますねで、えー、高齢者に関してはあこれも増えていくわけなんですけれどもこの杉並区に関してはですねすでに、えー、もう施設を作る土地がない状態で すで、えー、に高齢者があふれてしまっていて、えー、伊豆の方と提携してそちらに、えー、高齢者用の施設を作ってそこに住んでもらうというようなことがもうでに起こっていますんで実は杉並区っていうのはあ高齢者問題っていうのはかなり深刻です。 でそういう状況でですね、えー、自分の物件に住んでほしい年齢層というのはどのくらい増減しそうですかっていうようなことを見ていってほしいなというふうに思います次にですね、えー、首都圏の住宅密集地の例として埼玉市これについては2030年が最大でまあ減っていくとで、えー、未成年者就業年齢高齢者についてもまあ同様の傾向があるというふうになりますこれあの 関西圏でですね、大阪、京都、奈良とかですね、えー、広島あ、九州とかでですね、それぞれかなり異なった状況になりますので、えー、お手持ちの物件の所属する場所について見ていていただければというふうに思いますで。次にエリアの強弱についてどういうふうに見ていくかということなんですけれども今説明した人口動態それから えー、役場に話を、ね、聞きに行くのがいいと思います。であの、まあ、役所に行くとですね、えー、必ずたらい回しになるんですけれどもたらい回しを楽しむみたいな感じで、えーまあ、半日、えー、役所に行って、えー、いろんな担当の人にお話を聞いて回るというような一日を作られたりいくと思うんですね。 で開発計画とか再開発計画とかっていうのが動いていてそれを担当している人が状況を教えてくれます。次にですね工場とか事業所の新設計画撤退計画に関してこれ地元の市会議員というのはよく知っていると思いますんであの、まあ、そういう市会議員だとか議員さんにですね、えー、話を聞きに行くといいと思います。 次、マンション建て売り分譲の計画についても役所とかが知っていますしあと、ですね地元の不動産屋さんがこういう情報を持っているはずです。まあ、ここら辺を聞いて回るとそれから駅の乗降客の推移なんですけれどもこれは駅に聞いていって、えー、教えてくれるかもしれないんですけれども大体の電鉄会社はウェブサイトにそれを出すようになってますので。えー 最寄り駅がですね、えー、乗降客が増えていってんのか減っていってんのかというようなことについて、えー、トレンドを見られたりいいと思います。で、住みたい街ランキングっていうのがいろんなところから出してるんですけれども、まあ、これあのそれぞれの性格がありまして、えー、違う場所が示されています。で、エリアの強弱を考える場合にはあリクルートスーモがやってます。 えー、継続して住みたい街といいいいととううランキンキグっていうのがあ実は一番あ分かりやすいと思います思まこれ今そこに住んでいる人が住み続けたいかっていうような、えー、アンケート回答をしていますんで、えー、住んでる人が住み続けたいということはそのエリアっていうのは住み心地がいいということを示すんで、えー、あ,あ,のあなたのお,お持ちの物件の町っていうのがですね魅力ある町なのかどうかっていうのはあ見ていただければと思います。 それから消費者の動向を知るということで総務省の家計調査それから生活者1万人アンケートというのがあります。総務省家計調査というのはですねこれあの結構細かいことをやっててどういう年齢の人がどんな収入でどんなふうにお金を使っているのかというのを結構細かく示してくれています。 でこれを見ていくとですね、いろんなことがわかると思います。それから野村総研は生活者1万人アンケートというのを毎年やってまして、まあこれあのデータがもう9年間溜まってますんで、そこからいろんな分析が見られますので紹介していきます。それから消費者のですね定性的傾向についてはこういうことが言われています。まずですね物消費、こと消費、エモ消費ということなんですけれども。 あの音楽はですね私なんかの世代はですね CD を買い集めたものなんですけれども今はですねライブに行くというのが流行ってますしライブに行って盛り上がるということで,ですねこれエモ,商品というのはエモーションというのは自分の感動だとかですね 気持ちいいだとかそういうのをお金を出して消費するというような行動になってきますのででききるだけ物は部屋に置きたくなないいいいとううような人が増えていってっますそれから今の人はですね時間を大切にするということでテレビによって時間が奪われるということを嫌っていてテレビ見るよりはネットとかゲームに時間を使いたいという人が増えていると。 そ,うそれでですねタイムコスパというのにすごく敏感になっててですねこれ映画人は非常に嘆いているんですけれども映画をですね早送りで見る人が増えているというのとそれから音楽はギターソロを飛ばしてですね先にサビの部分から聴いていきたいというような人が増えていますそれからリモートワークがですね全部とは言えませんけれども一部に根付いています。とということで えー、安くて広い部屋を求めるようになっておりますし、えー、多拠点生活というのもだん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 ですね、えー、これから増えていく可能性があります。まあ、こういういのが定性的傾向になりますで、えー、次にですね、えー、先ほど言いました野村総研の1万人アンケートなんですけれども価値観変化っていうので、まあ、ここでですね、えー この2018年コロナを挟む3年間で一番変化したのはです、ね、同性事実婚も入籍カップルと同等に扱うべきという傾向が増えたというのと同時にで,す、ね、できることなら結婚した方が良いと思っている人が減ったというようなことでこれはまあ賃貸経営にもろに影響してくることなんじゃないかなというふうに思います。 それから物件で過ごす時間というのがですね長くなっていますのでそうなってくると今の部屋、汚ねえな、ボロいなとかそういう気持ちが強まりがちなんであので内外装および設備についてですね設備投資というのを今後本当に真剣に考えていただかないとすぐに出ていってしまうということが起きがちになるんじゃないかなというふうに思います。 で、これらの結果を踏まえてですね、強いエリアには強いエリアの戦い方弱いエリアには弱いエリアの戦い方というのがありますのでご自身の物件を磨くというような発想で賃貸、えー、経営というのを今後も取り組んでいただければという,ふうに思います。で、えー、さっき、えー エモ消費っていうことを申し上げましたけれども今まで賃貸経営についてですね、えー、賃料だとか空室率を減らす工夫について述べてきましたけれどもあの後継者の問題を抱えている人がいてですね、まあ、そういう時にです私はその息子さんとかお嬢さんに、えー、賃貸経営というのはあの非常にい、えー 素晴らしい仕事なんだよとやりがいがある仕事なんだよとあの人々にですね生活の場休息の場成長の場を提供しているっていう尊い仕事なんだよとそれから住んでる人は家族ではないんだけれども家族ような気持ちで見守ることができると、まあ、そういう仕事であるということをいつも申し上げております。ということで、えー、いろんなお話をさせていただきました。 今後ともエイブルグループ及びエイブル総合研究所をよろしくお願いします。ご清聴どうもありがとうございました。